箱崎雄三、レフェリー鶴澤健一。フラッシュ120第4試合、スーパーフェザー級60キロの階級です。佐野純平 VS 赤田光輝。赤コーナーに佐野、そして青コーナー赤田です。この試合は3ノックダウンシステムとなります。通常のクラッシュルールです。ラウンド1。さあ60キロの階級、佐野純平 VS 赤田光輝です。レオナ・ペタス選手が今このクラッシュのスーパーフェザーのチャンピオンにいる、その階級です。佐野純平は2連敗中、赤田はクラッシュ EX でこのデビュー戦勝利を収めてプロ2戦目を迎えます。赤田選手いいですね、うん、あのデビュー戦の勝利の感覚まだ残ってますからね。なるほど、まあ、わずか2ヶ月前ですから ね、 あれはね。そうですね、はい、そのまんまですね、大逆転勝利の感覚のまんま、はい、左ダウン取られたぞ。これは佐野どうだ、今の当たりがどうですか、石川さん。いいですね、あのしっかりもうあの重心傾下げて、はい、重心をお腹に固めたまんま、6、7、そうですね、うまくヒットされましたね、うん、はい、さあ1回目のダウンを赤田が取りました。あの左のパンチで10月のデビュー戦大関桂馬相手に勝っています。しかもダウンを取られてからの逆転勝ちでした。武井選手、あのパンチどうでしたか、この左の赤田のダウンを取った左は。いや、いい左でしたね、はい、先週ちょっと動きが硬いというか、どっしりしすぎているんで、これはアナウンス先生でダウン取られました。今のパンチの中でダウンを再び取られた佐野純平、まとめられちゃうとやっぱり不利ですよね、佐野選手は、はい、さあ佐野、あと1回ダウンを喫すると KO 負けとなる。動いていきたいですね、はい、パンチもらえる、まとめる一気に赤田を持っていくか、連打で左で倒しきるか、足が触れついている、崩れました、これはスリップです。左のミドル混ぜる、さらにパンチでいく佐野、ガードを固めるが左のストレート、赤田ミドルを混ぜて倒しきるか、しかし倒しきりたいのは赤田ですね。そうですね、はい、さあ、サムパンチ見えているかどうだ、あの蹴りも負けた方がいいですね、赤田選手、はい、蹴りもすごくインドで、インローミドルからその空いたところに真ん中倒せばまだ効いているので、ええ、多分真ん中打ち抜けば倒れそうですよね。あと1回ダウンを取れば赤田の KO 勝利、佐野も返す、得意の右ストレート、左顔面捉えて膝突き上げる、佐野もパンチ返します、左で当たった、ここで終わった。第4試合赤田光輝 KO、 デビューから2連続 KO 勝利。じゃあ武井選手、感想を伺いましょう。いや、いいですね、勢いあっていい選手ですね、赤田選手、はい、左もあれ結構威力相当あるんでしょうね。そうですね、重くて結構やっぱコンパクトに打ったので、やっぱりしっかり当たった時やっぱ効いたんじゃないですかね。いや、ラムさん、今日初めて KO が生まれましたが、 KO を見るとどうですか。すごい、やっぱ声出ますね。もうここはちょっとおとなしくしないとダメっていうのがあるから出せないんですけど。いや、出していただいて大丈夫ですよ。大丈夫ですか、いいですか。もうわーっと、ね、声出していただいて。いや、今一生懸命抑えました声本当に、まあ先ほどね、吉岡美希のダウンもそうですけど、突然来ますものね。いやー、ね、もうびっくりした、一気に体温上がりました、うん。石川選手、この赤田光輝に対する期待感を聞かせてください。はい、いやー、すごいですね、あのもう最初からもですね、ゴングが鳴った瞬間からも自分の世界を持ってましたよね、はい、重心下げて右手伸ばして、で、あのね、ロックオンしてズドンでしたからね、はい、はい、キャリア勝る選手を、ね、こういうふうに見事に KO したのは素晴らしい実力ですね、はい、この得意の左、これで2連続の KO 勝利となりました。その声が聞けそうです。場内の歓声に手を挙げた赤田光輝。おーす、皆さんこんにちは、赤田です。皆さん、今日の大会初 KO だったんですけど、どうでした、面白かったですか。ごめんなさい、ちょっとせっかく今ここでコメントできるんで、ちょっとこの場を借りて言いたいことあります。僕は、ライトからスーパーフェザーに落として、今日あの初めての試合、やっぱスーパーフェザーで戦う以上は武尊選手と戦いたくてこの階級に来ました。でも今のままだとまだただの口だけなんで、批判されてもしょうがないと思います。でも今後の僕を
もっと見ててください。この今言ったことを現実に変えるために署名します。あと来月のケズフェスタ4、うちのジムから清水拓磨が出ます。プレミアリーファイトで、どのカードも熱いと思うんですけど、清水拓磨の試合が一番面白いと思うんで、皆さんよろしくお願いします。今日はありがとうございました。アピールがありました赤田光輝。その言葉を一つ一つ現実にしていくのはこの赤田光輝の拳、それにかかっています。拳で掴めるか赤田。さあその夢を第4試合、赤田光輝佐野純平を KO で下しています。